取れたてビーコル、はい、終了70回です。マジ待って、うまい。おさあ、ここまで3種目挑戦していただきました。さあ、では第4の種目に移っていきたいと思います。第4種目目はビーチフラッグ式スタート 20m 走。ポイントなのがただの 20m 走ではなくてビーチフラッグ式っていうことですの で、スタートと反対方向、ゴールと反対方向を向いて寝そべってもらう。なので、まあ、反射神経とスピード力かなと思うんですけど、どうですかね、どの選手強いんじゃないか。これはでももう誰が勝つかとかも分かんないじゃないですか。これは多分みんないい勝負するんじゃないですか、多分。すごいサービスショットが。それでは行きます。これです、これです。1位です。これは来たでしょ、これは来たでしょ、1位でしょう。これは来たね、これは完全に1位です。4連4連じゃないよ4連じゃないよ、もう間違えてる。1位4名はありえないんですよ。これは来ました、これは来たよ、これは完全に1位です。さあ、では順位が確定しました。お、それでは発表いたします。第1位は森井選手です。フライングフライングフライング、まあまあまあ、本当にこれはもうでもそうでしょ、マジ当たり前だと、はい、前にいなかったですもん、誰も。気持ちいい、はい、さあ、では順位続いて紹介しましょう。第2位は大田選手。マジほんま、これ面白いですね、マジかよ。高順位だったお二人残ってますけど、マジ完全に森井選手最下位どちらだと思いますか。いやー、どっちですかね。どっちも遅いんですよ。じゃあ最下位発表しましょうか、はい、最下位は森川選手。プロバスケットボール選手なら人並み外れたバランス力持っていらっしゃるんじゃないかなということで、逆立ちをしながらどれだけ長く歩けるか進めるか、そして今回ですね、得点方法変わりまして、逆立ちのまま 20m 完走しますと5点差し上げます。いやいやいや、無理。15m 以上で4点、10m 以上で3点、無理ですよ。5m 以上で2点、3m 以上でも1点差し上げます。なるほど。ただ3m いかないと、まあ、0点、0点になる可能性がある。ありますね。いや、これ多分、まあ、前提に言うと多分これできる人がそもそもいないです。ちょっと競技的にぜひとも 20m 完走を見せていただき、はい、すみません、僕ちょっとオフシーズン気合い入れてシューティングしたら肩上がらなくなってしまったので、すいません。いや、まあでも、シーズンが大事ですからね。まあまあまあ、まあ、ここで、大場チャンス。大場チャンス、大場チャンス、そんなもんある。俺らのチャンスは。今回はですね、大場選手にこのお三方の予想をしていただきまして、見事3選手当てることができたら5点、2人当てられたら4点、1人当てられたら3点プレゼントいたします。予想の方はどうですか。全員3メートル以下で。
これね、割と当たると思います。当たると思います。正解だと思います。5点か。いいですか。これは本当にチャンス問題だと思います。わかりました。さあ、それでは準備が整いました。今回ですね、目印に3メートルの位置にはボールを置かせていただきました。全員表情が暗い。ぜひ行きましょう。行きましょう。プロアスリートの力をね、はい、見せていただきたいと思います、はい。それでは全員一緒にスタートしていきたいと思います。行、はいはい、きましょう。それではお願いします。しゃあ、ちょっと待って、やばい、緊張する。やばいやばい。あ、ちょっと待って、待って、ここでない、待って、待って、終わり、ちょっと待って、まだよ、じゃあ今違うよ、まあ、さすがに、じゃあ今のはノーカンで、今のは違うよ、仕切り直しで、なんでいけないよ、いけないぞ、今辿った、お願いします。あー、待って、わー、すごい、行ってない、行ってない、待って、待って、待って、3メートルは1点、マステ、見事大和チャンス全問正解、5点獲得です。おめでとうございます。最終競技、けん玉もしもしカミオ、今回はですね、プロバスケットボール選手なら人並み外れた集中力持っているんじゃないかなということで、なぜかけん玉になりました。けん玉ですか。今回はもしもしカメよに合わせて乗せていく、これを1往復で1点、2往復で2点という感じで点数重ねていって順位を決めようかなと思っているんですけど、集中力、スリーポイント決めるときなんかやっぱり集中力必要なんじゃないですか、大場選手。いらないです。いらない、いらない。一緒、一緒です、これと一緒です。あ、では、みんなで歌いながらいきましょうか。はい、いきます、せーの、もしもし。ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、今何、1回乗った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 、今1回乗った、奥のお二人1回目から何が起こった、今何が起こった、何が起こった、今もう一回行こうや、もう一回行こう。いやいやいや、ちょっと待って、もう一回行こうや。もう往復大丈夫です、1回乗れば1点、1回乗ったら1点、はい、よし、では行きましょうか、せーの、もし、もし、はい、やった脱落、脱落、選手脱落、脱落、脱落、今1回目でしょ、2回目いきますよ、うわー、せーの、もし、あー、やったさあ、脱落しました、次もう1回、3回目いきますよ、せーの、もし、もし、うわー、結果発表、もうちょっと晴れたよ。全ての競技が終了したわけで、集計も無事終了いたしました。いよいよですね、それをもとに皆さん順位の方発表させていただきます。すげえやつかかってますから、すげえやつの自信がある方はどなたですか。はい、はいはい、よかったよかった、全員で泥試合だからでは2位から、2位からね、2位、3位、4位、呼ばれたくね。第2位、須藤選手です。やばった、誰？誰誰誰？誰？絶対1位だと思ってた。あ、では第3位に行きましょう。誰でしょ？第3位、森川選手です。まさかよ。マジかよ。どういうこと？マジ？ってことはもうそういうことじゃない？ってことはもう。ってこと。行きましょう、行きましょう。行きますか？それでは、マジ？ハイアル第1位は大場選手です。大場ちゃん、大場ちゃん、大場ちゃん。さあ、そして残念ながら最下位は森井選手です。いやー、ここおかしいな。さあ、では大場チャンスが効きすぎたのは心苦しいなっていうことで、今回ですね、大場意外チャンスを持ってきました。
何さあ、たどういうことどうですか、オーバー以外チャンスやりたいよっていう方は、いや、やりたいですよ、それは。それはやりたいですよ。はい、こちらに持ってきたのは握力測定の機械ですね。うわ、俺全くダメよ。今回、オーバー選手にまず基準値を取っていただいて、オーバー選手を超えた時点で5点差し上げます。マジ？最下位の森井選手は特別に森川選手、須藤選手を上回った場合、見事第1位、一番すげえやつの称号を獲得できます。すごいな。やばいね、これ。さあ、では基準となる大場選手からいきたいと思います。はい、面白くしよう。はい、ちょっと待って、これやばい。右手でチャレンジということで。非常に怖い。楽しくいこう。お願いします。あー意外と低かった。はい、こうやってマジどんぐらい。こちらが基準となります。はい、ゼロに戻しました。これ多分余裕で勝てるっすよ。勝ったね。いい顔。わからん。うわー、なんか強そう。あ、ではカメラと私にだけ見せてください。これ声出した方がいい。じゃあさ、うわ。こうこう。うわ、カモン、ガッ、ガッ、これやべえわ。オッケーです。お預かりします。ありがとうございます。いきますよ。せーの、結果発表。ありがとうございます。さあ、大場以外チャレンジに挑戦していただきまして。それでは最終順位の方を発表していきたいと思います。お願いします。しゃ、すげえやつ、見事1位に輝いたのは須藤選手です。よー、チャンスが来ました。マジか。そしてこの勝負最下位となったのは森井選手です。やばい全然チャンス生かしきれてないよお前。逆転が効きまして見事1位に輝いたのは須藤選手です。おめでとうございます。うわー、悔しいわ。これはいかがですか、一番すげーやつの称号ですよ。俺がすげーやつです。嬉しいです。さあ、はい、そして優勝商品もご用意しております。よっしゃー、何かな。取れたてネットさん、あの優勝商品って確定しました？あずさ和牛ブロックの 2.0kg。 2kg、 おめでとうございます。やった、俺はも欲しいな。これみんなで分けるやろ。みんなで食いますか。はい、うん、さあ、そして最下位の方にもなんかもらえるんですか。プレゼントございます。おし、うわ、みんな聞いてないよそれは。さあ、最下位の方には一発ギャグ披露していただきます。危ねー、待って待って、待って待って、用意してない、用意してない。それでは森井選手の一発ギャグです。お願いします。ちょ待てよ。お疲れ様でした。これなんかないですか。あの罰ゲームやってなんかないですか。あるわけねえだろ。なんかもう盛大な拍手をお送りするという感じですかね。はい、ということで、全ての結果発表も終わりましたが、まあ、感想を一言ずついただきたいと思います。森川選手いかがでしたか。いや、もうちょっとやっぱりあの本当にこう泥仕合すぎて本当に大丈夫かなっていう、なんか僕らでこう一番決めましたけど、もう本当だからもう見てる子どもたちはね、本当にこう、ね、安心してほしいというか、プロ選手もこんなにダメなんだよっていうところがね、こう見せれたんで今日は良かったんじゃないかなと、はい、思います。ありがとうございました。そして大場選手いかがですか。はい、疲れましたね。はい、久々にこんなに体動かしたんで、はい、あのまたしっかり体作っていこうと思います。はい、楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。そして見事1位、一番すげえやつの称号を獲得した須藤選手、はい、いかがですか。失礼。
まあ能力低い中ですけどしっかり1位取れたんでちょっと誇れることじゃない、はい、これはあんまり誇れることじゃない、まあ、でもこの中では、まあ、すげえやつっていうことで自信持ってこれからやっていこうと思います。最後に素敵な一発ギャグまで披露していただいた森選手、はい、締めの一言お願いします、はい。まあ一番最弱王ということで、しっかりオフシーズン鍛えて来シーズン頑張ります、はい、ありがとうございます。以上4名の選手で行ってきました。さあ視聴者の皆さんにはプレゼントがあります。今日出演いただいた選手4人のサイン入り T シャツを4名様にプレゼントいたします。応募方法はご覧の通りとなりますのでぜひご応募ください。さあそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ぜひ取れたてネットへの登録チャンネル登録もお願いいたします。では最後画面に手を振ってお別れしましょう。さようなら。